どうも、いつも楽をしたいゲーム配信者タカオヌスです。今回はコーマの塔30回アリスを活用した攻略をやっていきます。まず準備するキャラとしてはアリスと単体火力アタッカー2体です。今回は小石と巣箱を使用しました。肝となるのはアリスのスペルカードシーカードールズ、これを使用することにより陰謀を2段階ダウンさせます。そしてラストワードの攻撃前スペック効果回避2段階ダウン、こちらも重要になります。絵札構成としてはシーカードールズの方に霊力供給絵札をつけております。アリスは霊力上昇のスキルがないので、もし貫突のホームの魔女がなければ2枚目のシーカードールズの方にも霊力上昇絵札をつけてください。そしてアリスはブーストを使用時に味方の陰光を上昇させますので、陰気アタッカーと相性が良いです。アシストドールで味方の命中率も上げますので、回避が厄介なコーマと30回のパチュリーと小悪魔に有効です。陽光を2段階アップさせますので、陽気アタッカーと組ましても良いかもしれません。そして小石ですね。小石の絵札の構成はこのようになっております。単体全体ともに攻撃前スペッカ効果がないのでどちらでもいいんですけれども、コーマと30回の敵は全体攻撃耐性を使っていきますので、単体の方に霊力上昇絵札を装備させ、状況にもよるんですけれども、2枚目の方には陰光を上昇させる絵札を装備させました。ラストワードには命中率を上昇させる絵札をつけております。スキルはこんな感じですね。スワコに関しては全体攻撃スペルカードの方に霊力上昇絵札をつけました。陰謀デバフをかけるためですね。絵札構成はこのようになっております。1枚目の全体攻撃スペルカードの方には霊力を上昇させる絵札を、2枚目の方には陰光を上昇させる絵札をつけております。ラストワードには命中率を上昇させる絵札をつけています。スキルはこのようになっております。それでは早速やってまいりましょう。まず事故を防ぐために1、2ターン目はグレイズを2枚貼ります。そして小石は単体のスペルカードを使用します。スワクも同様ですね。全体のスペルカードを利用して陰謀デバフをかけます。アリスも同様です。アリスは単体のスペルカードになりますので、1ターン目と2ターン目小悪魔パチュリーと別々にかけてください。まず小悪魔の方に単体スペルカードで陰謀デバフをかけます。2ターン目も同様ですね。次はパチュリーに攻撃しましょうか。スワコも同様です。2枚目の全体攻撃スペルカードを使用します。アリスも同様ですね。2枚グレイズを貼って、先ほどは小悪魔に単体スペルカードを使いましたので、次はパチュリーの方に使用します。そしてラストワードで締めます。小石と巣箱に関してはおそらくどちらでも攻撃して構わないんですけれども、小悪魔の方に小石で攻撃をさせます。スキルを使用します。3ブーストしてラストワード、巣箱はパチュリーの方に攻撃します。スキルを使用、そして3ブーストラストワード、アリスに関しても3ブーストしてアシストドールで命中率を上昇させます。そしてラストワード、バフが過剰な感じですがスキルレベルが上昇していない人のことを考えて今回このような形にしました。それではいきます。ちょっと過剰でしたが、まあこんな感じです。余談ですが、アリスの1枚目の単体スペルカードオランダ人形には要望をダウンさせる効果がありますので、モコーなど容器の単体ラストワードを持っているキャラクターにも対応できそうです。今回の動画はこれでおしまいです。このチャンネルでは東方ロストワードをメインに動画を投稿していきますので、よかったら
高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。